実は今日の質問でまず「あの異端」っていう言葉ですけれどもこれは正当あるいは正当派っていうのがあって異端という言葉が出てくるんです。でこの方の質問は異端の見分け方っていうのはこれはキリスト教の異端の見分け方を教えてくださいという意味ですね。ということはキリスト教には本物があるんですよ。 それに対して外れているから異端と呼ぶわけですね。そのことを前提にいつものように3つ申し上げたいと思います。異端の教えの特徴は3つの面で表れています。第1番目がキリストに関する理解がずれてるんです。これはキリスト論と言います。難しくはね。で、正当的な理解はキリストは神であり人である。 というのが正当的な理解です。そのいずれかを否定するのは異端です。ある人はキリストが神であることを否定します。ある人はキリストが人であることを否定します。これらは全て異端の教えです。神でなければ救えません。人でなければ死ねません。だからキリストが十字架で死ぬことによって 私たちを救うというのはキリストが神であり人であるということがあって初めて成り立つ教えですね。二つ目に異端の教えがずれるのは聖書に関する理解です。これを聖書論と言いますね。彼らは聖書以外に自分たちの経典を持っています。あるいはそうでない場合でも聖書の翻訳を自分たちの都合のよいように 変えて訳します。ですから私たちのグループは他の人の訳したものは読まないんだ。このグループが訳している正しい役の聖書があるんだというふうに言っているグループは少し注意しなきゃいけませんね。それから三つ目に異端の教えは救いに関する理解がおかしくなっています。これを救済論と言います。正当的な教えは 信仰と恵みによって救われるというものですね。それに対して技による救いを教える。ああしなければこうしなければ救われないっていうのが異端の救済論の特徴です。異端の教えというのは結局は神の愛を否定する教えです。私たちには何もできません。だから代わって神様がしてくださった。だからその愛に応答する。 これが正当的な信仰です。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。